さあ、やっていきましょう。今回の企画はこちら。ででん。収益化から1ヶ月。VTuber アザラシのチャンネルはこの1ヶ月でいくら稼げたのかというシンプルな企画ですね。めちゃめちゃわかりやすい金の話。チャンネル登録者数1000いって、この1000いった状態で収益化を出されて、さあこの1ヶ月でどれぐらい稼げたのかっていうことですね。結構みんな気になると思う。YouTube でね、どれほど稼げるのかというね、まあ、そういうことなんですけどもね、この1ヶ月。あ、ちなみにこちら左に出てるのは、この期間の人気動画ということで、この28日間で、まあ、どの動画がどれくらい再生されたかってやつが分かってるんですけども、まあ、ドローイング系ばっかりですね。相変わらず。そしてこのドローイング系はね、まあ、収益化してません。はい。絵描いてる途中にね、広告入ると邪魔でしょ。から広告入れないようにしてるんで、純粋にこのチャンネルでの収益というと、まあこの辺は入ってないですというね、人気コンテンツ入ってないというのを織り込み済みにした上での収益なんですが、さあちょっと出しますか。出しますよ。でで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 でん。はい、ということでね、28日間の収益は 11.98 ドルでした。多いんかな、これ。個人的には多いんだけどね。なんか、え？こんなに？って思ったりするんだけど。何もしてないのにこんなに？って。何もしてなさすぎるんよ、この1ヶ月。何もしてなさすぎる。普通の平常運転から比べたらめちゃめちゃ動画の投稿できてない。いやー、ちょっとね、なんか勘が鈍ってるっていうのと、実習終わった後のレポートの提出やら、研究室がね、やっぱ毎日あってね、春休みとかないんですよ。なのでちょっと言い訳させてもらえれば、なかなか動画を上げられないなっていう、そんな感じなんですけども。ってな感じでね、ちょっともあんまり精力的に活動はできてなかったというわけなんですけど、まあそんな中でね、まあほぼ自分としては何もしてないのに、11ドル、約12ドル発生したなっていう、そんな感じです。はい。まあ現状この、まあ12ドルぐらいでは、まあ生活は無理ですね。お小遣い、小学生の小遣いぐらいな感じですね。実際に何円になるのか計算してみましょう。11.98 ドル。11.98 かけるドルだから、1ドルが 108.92 円なので、108.92 円。ということでね、1300円ですね。まあ、まあ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 。まあまあだね。まあまあ多いよね。うん。まあ、約1日平均 0.5 ぐらい。多い時で 0.8。少ない時で 0.23 とかなんで。まあ少ない時は少ないですけども。これがね、1日100円ぐらいになったらね。うん。なんか、ホームレスとしては生活していけそうじゃない？まあホームレスになったら動画投稿できないから、それはちょっと、うん、まあ無理な前提なんだけど、まあ。まあまあまあ。ってなことで。収益化。してこんな感じですっていうのがわかりますね。結構あれですね、結構詳しく見れるな。この間の収益額が多い動画はどれだろうかっていうのも表示させてくれたりするし、月別の数字も出してくれてますね。そしてまあ稼げてるのはこれですね。芸人にさん付け NG のルールを守る藤葵とピーナッツくん M1 2020っていう、この切り抜きが結構伸びております。やっぱこれがね、結構お金が入ってるって感じなんで、ここで稼いだお金はなんとか、藤葵ちゃんとピーナッツくん、ポコピーに、ピーナッツくんとポコピーにね、還元していければと思います。自分単独で稼げたお金って何本ぐらいなんだろう。単独で。となると、まあ、この辺でしょうかね。この辺からだから、でもまあ細かく稼げてるな、細かく。細かくいろんな動画で細かくって感じですけどね。だからまあ、面白いな、これ。これ面白いな。これ面白いな。こういうの見てニヤニヤできるから、やめらんねえな、YouTube は。実際に手元にお金があるとかないとかじゃなくて、こういうのを分析するの楽しくない？そのためにやってる節がある。はい、ってな感じでね、この間の推定収益報告でした。たくさん動画を上げておくとね、まあ昔の動画が財産になったりもするのでね、その辺はまあ、いっぱい動画上げていきましょう。ね。そして、
そうですね。いろんな可能性にチャレンジするのがいいんじゃないかなと思います。あ、それから見てくれてね。見てくれてる人、このチャンネルの拙い動画を見てくれてる人、あなたのおかげで、ちょっとお金が入ってます。ありがとうございます。本当に感謝しておかないと。はい、このお金はね、ぜひとも有意義な使い方に使おうと思います。ほな、また!また1ヶ月、3月分とは言わない。次は4月分とかいう形でね、アナリティクス、収益のアナリティクス、上げていこうと思います。お楽しみ!ほな、また!